皆さんはメンテ派ですか、それともチューニング派でしょうか。例えば自分と同じ車種に乗ってみてフィーリングがまるで違って感じたことはないでしょうか。今回はリアブレーキですが、いくつかのポイントを挙げていこうかと思います。ですが、極端な摩耗を除き、歪みやフレなどで制動力もタッチも変化します。ディスクのフレが 0.2 ミリくらいあると、速度が上がった状態のブレーキ時に振動が発生して制動距離が伸び、バントの減りもフェードするのも早いです。15ミリくらいですと、フレがわからない人もいると思いますが、制動力は低下したままで、ブレーキタッチもはっきりしません。0.1 ミリくらいのフレですと、引きもタッチも良くなってきますが、0.05 ミリくらいと比べると、レスポンスが格段に違います。この領域は、プロの修正屋さんに頼まなければならないので、チューニングになりますね。ディスクの大きなフレの多くは転倒や無理なタイヤ交換などのメンテナンスの失敗が原因ですので、自分が自信がないなら信頼できるプロの方に任せましょう。
交換頻度の高いブレーキパッドですが、メーカー純正のノーマルと社外品があります。ノーマルパッドはメーカーがその車両に合った考えられる使用状況の中で巨額な費用と時間をかけて数タイプ開発された中から選ばれます。対して社外品は使用目的をよりピンポイントに絞り性格付けされます。例を挙げると、初期からの機器を重視するものや、中間から後半で機器を上げるタイプや、全体の機器を上乗せするタイプなど様々です。ですから、自分の車両についているブレーキを理解するには、メンテナンスを優先してその車のブレーキシステムの能力を 100% 発揮できるようにしてからの方が、チューニングの方向性を見つけやすくベストと言えます。
バットでも良くない部分がありますが、そのことはもう少し後に回そうと思います。ブレーキホースは、ひび割れや変色、酷使された仕様による劣化がなければ、近代の車両でしたらメーカー側で強化対策されていますので、交換しなくても大きな問題にはならないでしょう。
ーシリンダーのマスターピストン、マスターカップも忘れてはならない重要パーツです。マスターピストンについているマスターカップが摩耗、劣化しているとオイル圧が逃げて、キャリパーのピストン、バッドもディスクを挟む力が低下して制動距離が伸びてしまいます。大体ですが、以上のポイントで整備、クリアした上で、なおも、まだ、自分の車両についているブレーキに不満があって問題になるのでしたら、あなたは、かなりの上級者ということになります。お話ししましたが、すぐにブレーキホースや高額なブレーキパーツを装着する前に、自分の車両についているブレーキを整備して、本来の性能で乗ってみてはいかがでしょうか。